よろしくお願いします。すみません、こちらの門が開いていただいて、この会の運営なんですけどね、最初司会の方どう言われたかちょっと聞きもらったけども、初日の説明会では大都市局の説明30分、市長説明40分、質疑40分だったはずです。あ、それ変えました。もうやっぱり、もう会場からの質問を受け付けない、聞かないということですか。ですから時間が足りなければ、市長今日欲しいみたいな、70分食べてるんですか。やっぱり最初に聞かせてもらってまだ分からないという人がいましたので、きちんと説明させてもらいました。あなたの話は何回聞いても分からないですよ。いや、もうただ若く終わってる方もいらっしゃいますんで、いや、もうそのこんなこと言うとしたら始まらんから礼言わせてもらいましたけど、はい、ね、この説明会は大阪市がやってるんですよね。そうです。間違っても橋本さんの演説会じゃないですよね。違います。ただ提案理由は説明させてもらいます。これね、市長が言われるのね、私の問題意識を聞いてほしい。僕が提案者ですから。提案者はあなたは知らないけども、私のね問題意識をね聞いてほしい。それはこれはね、あなたのね言うたら個人演説か内容は、それをやるために市長、これをやっちゃうとね、これをやっちゃうとね、市長はあなたね、パーティー番のね、地位の利用に当たるんですよ。いや、なりません。いやいや、違います。公衆選挙法でね、提出しますよ。なりません。しかもね、そういう風なね、一方的な放送のね、一方的な宣伝ばかりやっちゃいますよね。してください。これはね、そもそもね、この会場ね、公的施設をね、使ってやっちゃいけないんですよ。先に説明させてもらいますが、公的に市長として選挙で当選して提案者になりました。提案者としてきちっとこれは法にのっとって説明をさせてもらってます。こういうふうなね、一方的なええとこばっかり言うてね、そんなのね、説明会で何でもないですよ。反対派にも来てくださいってことは言ったんですけどね、市民のね、十分な理解を得て、ちょっと、それをね、質問を冷静に判断するならば、メリットもデメリットもね、ちゃんと正確に言って、ね、それでもってね、市民の正当な住民投票に臨むね、体制を作ることじゃないですか。あなたみたいにね、一方的に都構想のね、ところばっかり言って、なんでそれがね、市民は税金を使ってやる説明会なんですか。すいません、質問を止めてください。すいません。いろんな考え方ありますもんね。あなたね、市議会でも、市議会でもね、対決議が。すいません。あ、すいません。すいません。ちょっとすいません、冷静になってください。もう反対の方もいろいろあります。すいません、進行の方もそれぞれの関係が終わると思いますんで、いろんな方に座っていただきたい。ですからね、皆さんの、はい、皆さん、提案者の理由に納得ができなければ反対にしてください。提案者の理由に納得できなければ反対してください。提案者の理由、この問題意識、この大阪都構想で解決するため、大阪都構想で解決する目的、本当に今この提案者として僕が言った大阪の問題を解決するために、どうしてもやっぱりこの方法が必要だということであれば賛成をしてください。ここは申し訳ないですが、反対者の意見を述べる場ではなくて、今提案者としての理由と中身を説明させてもらいましたから、これで納得できるか納得できないかで判断していただければと思います。時間がありましたので、これで、今日の、説明会を終わりたいと思います。すいません、後の質問につきましては、また、文書等でお出しいただいたものをお伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。申し訳ございません。時間がありまして、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。はいはい、そうですね、ですからね、皆さんね、そういうご意見あるんですけど、そもそもこれは大阪都構想をやらなければいけないので、大阪市内に人数多すぎるんです。もうこれ39回やるんです。ですからね、
質問をしっかり受けて答えたいところもあります。去年1年間もずっとやってきましたので、まだ顔見てもありますしね。今回はあくまでも提案者としての理由と、それを解決する、この大阪の問題というものを解決する方法として、これがふさわしいかどうかを、最後の皆さんに判断していただくね、その場なので、反対の人にね、討論するより、出てくれたんですよ。これは市民の皆さん、申し訳ないですけども、自民党、民主党、公明党、共産党の皆さんに来て、何かおかしいんだったら指摘してくださいという話でも来ないので。作っていきます。ただ説明する時間も必要なのでちょっと申し訳ないです。本当にすいません、今日は難しい中の長時間本当にありがとうございました。あとはもう皆さんが参加反対決めていただければ結構ですので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。すいません、次に説明会の終了にあたりまして、お願いとお知らせを申し上げます。本日お借りしました。